二等兵の友人屋です。 T 隊長です。隊長でございます、はい、あの、うん、コメントがもらえるとは思わなかった、うんうん、あのやっぱり狼もやっぱり狼やっぱり狼、うん、ちょっと前にやっぱり狼っていう、ね、うん、超ベストセラーの絵本の中でちょっと二等兵が悩んでしまったっていう動画をライブで上げたんですけど、そこにコメントいただきました、うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。トキさん、はい、あの我々があの東海だと尖ったもののことを、うん、トッキンって言うんですよって、トキトキのさーっていう話をした時に、いやもう私の名前が転校されてると呼ぶなとトキさんっていうコメントをいただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。要はご自身は、うん、タイプ6で、うん、ウィング5だと思ってる主婦ですと、うんうん、で、昔は、うん、豚さんが生きやすくて、うん、1匹狼さんは生きづらかった、うんうん、けど最近は、うん、その1匹狼さんの方が生きやすいようになったのではと思ってますと、うんうんうん、僕と同じ感じを持ってると、うんうんうん、豚は僕トキさん違うよってウサギでもいい鹿でもいいと思ってます、うんうん、豚は僕だけでいいですと、うん、と思ってます。すいません、はい、で、子供自体は豚さんの方が生きやすくて、うんうんうん、で一匹狼さんは確かに苦しいかもしれないと、うんうんうん、要は友達100人できるかななんて歌があり、うんうんうん、歌がいきなりきますもんね、でみんなと仲良くしなさいって言われる、うんうんうん、で多分、まあ、僕もそうなんですけども結構みんなと仲良くしなきゃって思うし、うんうんうん、仲良くできると思っているっていう傲慢なところは多分あるんでしょうね、うんうんうん、仲良くできる、できる、俺はやっていける、やっていけるってなるよと、うん、で大人になるにつれて、うん、その一匹狼さんが自分を解放して生きやすくなり、うんうん、豚さんは自分は何が好きなのか、うん、どこに進んでいったらよいのか、うん、分からなくなったりしやすいなんて思ったりしますっていうコメントをいただき、別に何か聞かれてるわけじゃないんですけど、これを悩みだと勝手に受け取りですね、はいはい、考えたいと、うんうんうん、まあでも面白いネタではありますよね。あの、うん、このやっぱり狼っていうのは、うんうん、まあその狼さんがいなくなったと思っていた時代に一匹の狼さんがいましたと、うんうん、で街を歩くと、うん、そのうさぎさんたちがいっぱいいるけど、うんうん、僕にはそこに入れない、うん、仲間が欲しいな、うん、で歩いていくと、うん、豚さんの街がある、うんうん、そこにも入れない、うん、でいろいろ歩いていって、うん、鹿さんの街があったり、うん、牛さんの街があったり、うん、でもどこにも入れない、うん、やっぱり俺って狼だもんなって思った、うん、瞬間に、うん、心が軽くなりましたなっていう絵本ですと、うん、で僕は、うん、豚の中にいるっていう話を前豚の中に自分を見たと、はい、自分を見たとうん、うん、で今僕はその豚たちがね、うんうん、感じている幸せを感じているか、うん、そうかな、うん、僕はそんなに感じてないよと、うん、で苦しいって思ってます、うんうんうん、どう思います？どう思います？この人間社会でいくと、はい、まあ、豚ですよね。トキさんは豚じゃない。トキさんはウサギか、ウサギかしか、はい、でもまあ群れる生き物じゃないですか。だって、うん、なんて言うんでしょう、農耕社会になった瞬間に、うんうんうん、よくなんか小麦に支配されてるなんて言いますよね、うんうんうん、要は作物を育てるために集団にならないと育てられないみたいな、だから集団でしょ、うんうん、仲良くしなきゃダメでしょ、うんうんでなんとなく僕は、まあ、社会はそういうふうに成り立ってますよね、はい、で僕は逆になんかその、うん、一匹狼になったりすると、うん、僕はなんか不安になったりするんだろうなっていう気持ちもすごいわかるし、うんうん、で僕はそこで不安になったわけですからね、うん、そっちの一匹狼の声を聞いて、うんうん、これからはその一匹狼の時代だぜって言ってるような気がして、うんうんうん、って、うん、でもまあ多分前回のライブでも言ったけど、はい、尾崎も豚だと。じゃあ鹿にしましょうか。鹿に鹿の頂点、鹿の頂点、鹿の中で輝いてるっていうこと、そうそう、はい、っていう、いや、まあ、そこの、はい、そ尾崎にみんながついていくみたいな状態じゃないですか、はいはいはい、この、まあ、今の、まあ、尾崎じゃない例えにすると、はい、ホリエモンは豚だとあうん怖いな、なるほど、はいはい、
ひろゆきさんもそうだってことですね。そうそうそう、ひろゆきさんもそうだし、はい、っていう、まあ豚だとか鹿だとかウサギだとかウサギだとかサギだとかの頂点に、はいはい、っていうか、まあ、その人たちが引っ張っていってるってことで、はいはい、でそれを一匹狼のように捉えるけど、まあ、そうじゃない。あ、ってことは、うん、やっぱり狼はいなかったいなかったっていう話なのかもしれないですね、うん、でそれぞれにそういう、まあ、ちょっと他の人とは発想の違う人たちが、はいはい、ポンと突き抜けて、はい、その人たちがなんか新たな仕組みを作ったりするから、はい、そこにこうまた社会ができるみたいな、はい、っていうところで昔よりは多分一人もやりづらくなった、自分のやりたいことをやりやすくなったみたいな。あ、昔よりは、昔よりは、はいはい、昔は本当に農耕民族でみたいな、はい、絶対こう仲良くしないと作物が育たないみたいな、ありますよね、はい、っていうのがあったので、まあ、その辺はあったんだろうなっていう。それがこうテクノロジーが進化すると、はい、そこまで人と人が結びつかなくても何とかなったりするような、はいはい、でなると新たな仕組みを作るためになんか特別な変わったことをやり始める人とかが目立つ、はい、でそこに憧れる人もたくさん出てくるみたいな感じなんじゃないかなと思ってますけどね。だと、うん、まあ、うん、その中で、その中で好きなことやれなんですかね。好きなことなんか、まあ変に不安を感じる必要はないんじゃない。ああ、なるほど。あ、僕みたいにね。そう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 。だからこう、もしかするとそういうのをなんかやらなければいけないんじゃないかって、はいはい、僕には何もないみたいな感じで悩むわけじゃないですか。だってプペルなんて見ると、うん、行動しろって言われるんですよ。そうそうそう映画館で。映画館で。行動しろって、うん、行動だって。でもそれがそれだけじゃないんだよっていうのもあったじゃないですか。あ、今応援する人を応援するとかですね。なるほど。行動する人を応援するみたいなのもメッセージとしてあったので、はい、そこでもまあ別に間違いではない。邪魔しないってことですね。邪魔しない。はい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 。こう輪からはみ出たからあいつを攻撃しろ。なるほどなるほど。みたいなのは良くないよねみたいな。ああ、そうそうそう。確かに確かに。でやれば世の中良くなるんじゃないのっていうのが多分プペル。はい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 。いいチャンネルですね。うん。なんで伸びないんですかね伸びてますけどね。あ、ちょこっとずつ、ね、ちょこっとずつ、あの、多分バズるのを期待してるんですよドーンっていくのを期待してるからダメなんですね。そう、なるほど。一歩ずつですね。一歩ずつですよ、はい、で着々と増えてはいる。そうですね、うん、はい、あの欲が、はい、欲が出ました。欲が、申し訳ございません。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。